旧長戸川長戸川は、千葉県印西市、印馬郡栄町を流れる利根川水系の一級河川。利根川と北印馬沼とを連絡する役割を果たす。それゆえ、タンク間ながら印馬沼水系全体にかかる流域を要し、また、印馬放水路とともに、印馬地域の水量調節に活用される、地水上重要な河川である。定義上はいずれも印馬沼を起点とするが、 インバ放水路は、平常時インバ沼へ流入するため、事実上インバ沼唯一の流出河川となっている。北インバ沼の北岸、旧長戸川は、印西市、下井、長戸川は、印西市下井と栄町主治下の境より北流する。旧長戸川は、長戸川方面からの支流を合わせ、栄町に入る。長戸川も一旦は、行政境を抜け、 栄江町安食付近で両者が合流する。再び、印在市、栄江町の行政境を流れ、西へ、やや蛇行する。JR 成田線、国道356号を続けて越えると、西から昌源川を合わせ、栄江町に入る。右岸に、栄江町市街を望み、富士見橋を過ぎると長戸川公園を挟んで二手に、分かれる。西側分流は、陰馬水門。 東側分流は、インバ排水域上をそれぞれ越えて、利根川へ流入する。長戸川、旧長戸川ともに、全区間が一級河川に指定されている。インバ沼干拓以前は、旧長戸川及び旧長戸川支流が、北インバ沼より発しており、二股の形状を成していた。干拓後の現在において、旧長戸川支流は、水が枯れている。 旧長門川も北インバ沼に直接接続しなくなり、北インバ沼の周囲に巡らされている北朝定地、排水路につながっているのみである。和京より上流部は流量も少ない湿地帯で、幅の広い流路が、かつての本流としての姿を止めているに過ぎない。証言川は、千葉県印西市、印ン郡栄町の境に位置する利根川の旧派川である。かつては、 枝と根川とも呼ばれた。栄江町西付近にて利根川より分派し、栄江町和田の長戸橋下流にて長戸川に交流する河川であった。1912年に洪水対策の一環として、利根川の第二期改修工事において、証言が締め切り工事が行われ、以降は長戸川にのみ接続している。現在は名称上、川として親しまれているものの、 利根川水系の指定河川には含まれておらずさながら、故障として扱われている。一例として、栄町にある、昌源川の流路に沿った、林歩道にも、故障緑地という名称が伏せられている。長門川にかかる流域は、以下の通りである。長門川及び、陰バ放水路を含む陰馬沼の水量調節は、南側が、陰バ放水路の大和田排水機場、北側が、 長戸川の陰バ排水機場、そして長戸川の酒直用水機場によって連動して行われている。陰馬沼全体は高低差がほとんどなく、両陰馬沼間で季節に応じた故障水の移動が傾向としてある。ただトネ川と比較すると平水自水位が概ね1から1.5メートルほど高いため、通常は両陰馬沼もに長戸川を通じてトネ川へ水が流出している。 利根川の増水時は、相対水位が逆転するため、西側の陰バ水門を閉めて逆流を防ぐ。陰馬のままで増水した場合は、東側の陰馬排水機場で、長門川の水をトネ川へ強制排水する。必要に応じて、大和田排水機場も稼働させ、新川の水を花見川へ強制排水することで南からも水位低下を図る。一方、 インバ沼の河水時には、酒直溶水器場で長戸川下流の水を上流へ、汲み上げ、あえて、トネ川から水を逆流させることで、水上昇を図る。このため、長戸川は、放流時には、インバ沼の水質、溶水時には、トネ川の水質にそれぞれ影響される。だが前日の通り平水時は、上流から下流へ流れるため、通常は、インバ沼の水質に、やはり影響される。 インバ沼周辺は流れがほとんどないことから河川水内市故障水が長期間滞留する閉鎖水域であり事情作用が薄い。また流域は下水道整備の遅れもあり、b o d 値はインバ沼水系内でもインバ放水路と並んで高い値を示している。長戸側に浄化施設は設置されていないが、五岩整備を最小限として自然築定、水生植物体による 水質回復を目指している。長戸川は古くから陰馬放水路と同様、増水時には逆流を起こしと根川からの水が流入する河川であった。その上流域は低地であるため、たびたび洪水被害が起きていた。栄町の野釜地域、陰在仕上げ地域では、江戸時代末期以来、それに備えて水化と呼ばれる3メートル程度の高台に水屋が置かれ、避難及び、 家財の収納場所として利用されてきた。現在もその名残で水化を持つ屋敷が流域に点在している。利根川へ流入する長戸川1780年6月の水害により流域に大きな被害をもたらしたことを契機として被害の大きかった八千代市内を中心に因場、沼解作計画が浮上している。この際に長戸川は因場沼及び利根川との接続口に それぞれ三連の観音開き校門を建設し、また枝と根川も、利川本流から締め切ることとされた。名主のもくろみを受け、江戸幕府直営で進められた事業は1783年の浅間山噴火で一時中断されたものの、その後も続けられた。ところが1786年7月の豪雨により、利川が大氾濫を起こし、江戸一帯が被害を受けた。無論、 因場地域の被害も甚大であり、整備中の長戸川安植水門が破壊されるなど、工事関連施設がことごとく水の泡となった。間もなく時の将軍、徳川栄春が死去、計画を推進していた老中、田沼沖継もを罷免され、以降工事が再開されることはなかった。しかし明治期に入ると洪水が相次ぐようになり、特に1896年の洪水は、 インバ沼周辺に未曾有の被害をもたらし、河川法制定の契機ともなっている。これを受け1900年より、利根川本流の第一期改修工事、続いて1911年より第二期改修工事が行われた。その一環として1912年に証言側が利根川本流から締め切られ、さらに1918年には長戸川と利根川の合流地点にて、 インバ水門の建設が開始された。この水門は1922年に竣工し、同年中に蒸気機関による排水ポンプを使った内水防御が行われるようになった。これら一連の治水事業によって、大正期に入ってからは、インバ沼流域での大洪水は見られなくなった。大正期においては効果を上げていたインバ水門であるが、1938年に、 梅雨前線と台風の連鎖によって引き起こされた集中豪雨によって排水ポンプが破損し、以降は再び、インバ沼周辺で台風等による水害が多発するようになった。この水害は、戦後のインバ沼開発事業の進行まで続き、食料生産力低下の大きな要因となっていた。戦後に入り食料増産が唱えられると、農林省主導でインバ沼管託事業が開始された。 当初は、インバヌマソースの掘削を中心とした事業であったが、用地買収が進まないまま事業が滞る一方で、食料需給は安定するようになり、さらに、国民の食生活も変化したことで、当初の開発方針を転換することとなった。1956年には、利水施設の整備を重視した、国営インバヌマ地改良事業第一次改定計画が策定され、 1960年のインバ排水機場竣工によって、インバ沼周辺の水害はようやく収まることとなった。1963年の水資源開発工団への事業移管以降は、1966年に酒地家水門、酒直排水機場が竣工、大和田排水機場と共に運用を開始した。なお現在はこれらの設備の老朽化が進んでおり、 インバ沼開発施設緊急改築事業による、機能保全が進められている。全神殿浄水上有資以前の長戸川流域は、小絹湾と呼ばれる内湾の入り江であり、海水に覆われていた土地である。そのため塩分や鉄分を多く含む流域の地下水は、生活用水として適さず、流域の住民は真水を長戸川に求めていた。しかしインバ沼干拓の影響で、 水質汚濁が状態化したため、生活用水供給を目的として1960年に、長戸川簡易水道事務組合が設立された。現在の栄町安食台6丁目に、上前上水場が建設され、栄町上前地区、元の村下井地区を中心とした550世帯の、給水区域に1962年より、水道水の供給が開始された。その後は、 需要拡大と水質変化に対応するため、現在までに3時にわたる拡張事業が行われてきている。第1次拡張事業では水源を地下水だけでなく長戸川にも求め、栄町安職の長戸川沿いに全新電上水場を建設。寒い水道から上水道へと事業を切り替え、1971年に地方公営企業法の適用とともに長戸川。 水道企業団へと改組した。給水区域も長門川周辺に広がった。第二次拡張事業では将来の人口増加を見込んで1978年より地下水を増強した。続く1981年からの第三次拡張事業では栄町の宅地開発が盛んになったため、奈良又ダムの水利権獲得などに努め給水区域を 栄江町全域へと拡大した。上前浄水場の改良とともに全新田浄水場を増強、酒直排水場を新設し、給水能力が大幅に向上した。インバ馬沼の水質悪化の影響が現れたため1993年には全新田浄水場の敷地を拡大し、千葉県内で2番目となるオーゾン、粒状活性炭を組み合わせた高度浄水処理を導入した。 その後は、生物活性炭処理の導入や老朽化施設の修繕などが行われ、第三次拡張事業を変更して、給水人口の減少に対応している。アジキボクイ付近長戸川に交流する旧長戸川、インバン生まれん系プログラムガイドブック、角川日本地名大辞典編纂委員会、角川日本地名大辞典12千葉県。 角川書店、1984年 ISBN40 億4千0 0 1万1201458ページ沼と、流域の状況、第2章インバ沼の外境水質について、利根川水系インバ沼、手賀沼、猫永ナ県域河川整備計画第6、消火線工事の実施区間と、内容、千葉文化的景観インバ沼の恵みとニュータウンの、ゾーン昭和期における開発工事インバ、 沼開発施設緊急改築事業長戸川水道企業団ビジョン平成25年度版水道事業概要ありがとうございます。